はいどうも皆さんこんばんは、ゆきやみです。今日は、ガンダムバトルオペレーションネクスト行ってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。いよいよねプラチナに、なるための昇格戦です。これで勝てば、昇格できます。なので結構負けられない戦いだねっていう絶対勝ちたいよ。さあそしてね、まぁ、ちょっとこう疲労の色が多分あのイヤミの声から出てるかもしれないんですけど、まあ実はですねちょっとこう最近あまりね忙しくて眠れないことがちょっと多くて、ごめんね。特に1月7日だったかな8日だったかな、そこら辺の日にね30時間ぐらい寝ずに、ゲーム勉強、映画鑑賞、傷物語見に行ってたんですけどあの化け物語の映画ね、そっちの方とか、まあいろいろねやることとかやりたいことが多くて、まあ寝てなかった次の日が、今日今収録してるんですけど、まあ体ボロボロですねやっぱ30時間寝てないとやっぱり手足、頬の感覚が、やっぱ顔のね頬の感覚がなくなるんだなというのを、知りましたそして8時間寝てからの今、初プレイです。まあ寝起きな上に全然なんか回復した気がしない、調子悪いですね。でその調子の悪い中、まあグッズの紹介もしていこう。機動戦士ガンダムの、もう発売予約開始かな、もう予約開始はちょっとしてしまったんですけど、ごめん待ってね、鈴製の湯の、ぐい飲みってなんかお酒とか飲み物を飲むようなやつなのかな。おっと危ねえ余裕がないね。まあガンダムカフェってもう、23日から、1月23日から発売開始もするらしいんでね、今予約借りできなくて買えなかった方も、まあ、一応申し訳、慎重にね喋りながらでもちゃんとよく見ている、はい、タイミングを測ってました今。あーちょっとまずいなこれ、この力よし当たってる、当たって当たってね、そう引き止められないね、チャーンよし、オッケー。さあ次はユニコーンお前だ、顔を出せ、ここよし当たった。あーうまいこと立ち回るね、ちゃんとね壁をうまく利用しながらやってるね。チャンスはある、ここよし、ナイス勝った、ナイス。さあ今んとこね調子がいいよ。あこっちに来てるね、これは守らないとまずい。おっと危ない危ない、あしまった、この壁の位置なら食らわないと思ったのに、しまったしまったなんで今ちょっと一瞬判断鈍ったんだろう、やっぱまだ眠たいからかな。まあ大丈夫でしょう、大事な昇格戦落とすわけにいかないからね。よし、オッケー。オッケー、オッケー。さあ、眠くてもね、射撃の腕はそんなにひどくはならないね。ああ、すまない。本当に。ありがとうございます。いやー、助かりますね。5番の方、ありがとうございます。本当に。助かります。もう、ゆけみがね、ヘロヘロだというのに、まあ、援護してもらえるんでね。ありがたい。そしてね、鈴の食い飲みとかね、なんか、世界にね、日本の技術力を発信するための、なんか、こう作ったやつらしいです。それの第6弾としてね、ガンダムカフェとか予約で発売するらしいんでね、記事の方載せとくんで、ぜひ見てみるのはいかがでしょうか。ただね、日本の技術をね、こう、使ってね、世界に広めるための、まあ、ものらしいんですけどね、まあ、ただ、果たしてね、それであの食い飲みで良かったのかっていう気もしないでもないんですけどね、まあ、それもまあ、一つありかなとは思いますけど。シャア専用ザクの、グイノミ、鈴のグイノミとガンダムのグイノミですね、2種類あるんで、気になる方、欲しい方は、購入考えるのもかもしれません。おっとなんか来た、おっとしまった、一瞬判断鈍ったね今。おっと今絶対今のいつもなら避けれたな、さっきの今のビームライフ一発は完全に危、あしまった、危ね、よく残しておいてよかった録音キャンセラーでね、若干うまくダメージをね抑えて、だからジャスティス相手の時はやっぱり距離取った方がいいね。勝ったね、
よし、まあとりあえずまあ大事なね戦いで勝つことができました。よかった。本作戦は我々の完成勝利。いやー参りましたね。もう本当にプレッシャーに負けそうでしたけど、まあそれよりもスイマーに負けそうでしたね。もう本当にひどかったけど、まあなんとかここまで来れました。いやまあのんびりやれてよかったです。まあ、一番いいですね、ある意味楽な試合です。いやーやっぱね、勝たなきゃいけない、絶対勝たなきゃいけない、昇格戦ね、5戦のうち3勝しなきゃいけないやつで、うん、もう2連勝して今これ3戦目なんですけど、3連勝で終われる。そして撃破も3と、うん、3の0。あ、いいですね、うん、のんびりやれた、最高です。すごいね、味方も綺麗にキル数上げてるね。なんか、うん、みんな2機ぐらいずつ撃破0ですみたいな。すごいな。のんびりしたいい戦いでした。ユキアミの理想的な戦闘でしたね。3機ぐらい潰して1回もやられない、そして大してあんま何もんじゃないのに勝利になるっていうね、最高です。はい、3連勝。よーし、プラチナに昇格です。やったね。さあやっとね、プラチナの、豪華、一番低いランクですけどプラチナの方に入ることができました。あとね、まあ、フリーダムまであと9、全部のなんか報奨でいいのかな、もらえるまで、うん、あの6万5000ポイントだったはずなんで、まあ9万なかった、あと9000か、あと9000ほど稼がなきゃいけないですけど、まあ、今回ね、まあ、寝起きだったんでちょうど高原因もね復活してて、あとは、まあ、ちょうど支給エネルギーもね、3溜まってたんで1回行きましたけど、まあ、勝ててよかったです。345も入ればね、言うことなしでしょう、やはり。うん。よし、とりあえずね、この調子で頑張って、あと、10日ほどあるのかな？あと、イベントは10日ほどあると思うんで、なんとかまあ、6万5000まで行けたらいいなと思っています。はい、それではね、皆さんも少しずつ、6万5000ポイントまで、イベントポイントね、頑張って貯めてみてください。ゆけみもギリギリのラインだと思うんでね、貯まるか貯まらないかは。さあそれではね、今日はこのぐらいにしたいと思います。皆さん、昇格、皆さんもね勝てるように祈っています。おやすみなさい。